皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。メリークリスマスということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は本日ですね、クリスマスイブの日に収録を行いまして、オンライン世界大会 PVP の世界へ挑戦したいと思います。前回は28分の28でボコボコにやられてしまいましたけども、今日を選んだ理由、なぜか、そうなんですよ。クリスマスイブということで、皆さんおそらく外出していますよね。ということは、クリスマスイブに PVP の世界に行くやつなんて少ないんじゃないかと。私ぐらいかな。じゃあ、10人 ?15 人それぐらいしか揃わないんじゃない?ということは優勝する可能性もあるということで、私、あえてクリスマスイブの日にオンライン世界大会に行ってみようと思います。まあ、おらんでしょう。このクリスマスイブに寂しく PVP やる人って僕ぐらいでしょう。まあ、おらん。ほらほら、少ないぞ。おい、10人しか集まらんやないか。さすがクリスマスイブやわ。これはトップ10。よし。トップ10取らなかったらもう二度とモーターフェスはやらない。はい。トップ10取らなかったらモーターフェスの PVP はもう引退します。オッケー。よし。これ公約としてね、ちゃんと掲げましたんで、必ずトップ10に入りたいと思います。もう11位、12位取った時点でもうカセットバシッと消します。カセットってなんや。昔のファミリーコンピューターやないか。そんな話どうでもいいんですよ。今日はクリスマスイブやぞ。クリスマスイブ。クリスマスイブにグランドレースなんかに参加すんのや。みんな暇人か。おい、もうみんな暇人。暇人には暇人の意地ってもんがあんだ。さあ見せてもらおうか。ブガッティシロンスーパースポーツ300プラス、スタートいたしました。危ない危ない。まずはわちゃめちゃコーナーを抜けて、まずわちゃめちゃコーナー抜けて、てか路面ウェット、路面ウェット結構厳しい。さあでもブガッティシロンさすが早い。コーナーでみんな、はい、みんなつまずいてる。ジャマーゲール、ジャマーゲール、ラフェラーリが突進してきました。みんな崖から落ちてざまみろ。よし、こっからこっから。さあどっち、あ、ジャンプ台、ジャンプ台。おお、ちょっと待って、どっち行ったっけ。うわー、ちょっと待って、うわー、これどうするの?いてててて、ラフェラーリ、おい、ラフェラーリ、おいおいおい、亀になってるわ、亀になってるわ。ちょ、これどう、おい、復帰するんかい、復帰するんかい、これ、おいおい、今のはなしだ。あんなの対応しきれないぜ。バイクでラリーレードをやっていこうぜ。スタートいたしました。コースは変わるけど仕方がない。時間が経過してしまったからな。バイク押せえな、押せえ、バイク。うおー、ちょっと、いや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 、今のもなしだ。さあこっからです、こっから。1OK、 スタートいたしました。シビック頼むぞ。はい、これがもう、これこそ本当最終戦にする。もうさっきみたいにせこいやつはやらん。もう今のは皆さん、2レース目はね、2レース目、1レース、2レースはもう皆さん夢を見たということで、お忘れいただきますようお願いいたします。おい、結構結構、ほらストリートレース、みんなな、みんなコーナーで潰れるんだよ。ほらこうやって、ほらほら、僕も潰れるけど、ほらコーナーでみんな遅いからな。ここでなんとか差を縮めていくしかないが、どうするべきなのか。おっと、危ない、際どいところ通るな。みんな際どいところ通るけど、みんなわちゃかちゃわちゃかちゃ、おい、でででで、ちょっとみんなみんなすごいわ、みんなすごい。今日聖なる夜やぞ、聖夜やぞ、聖夜、クリスマスイブやぞ。みんな、おい、みんな落ち着いていこうぜ、落ち着いていこうぜ。みんな普通に落ち着いて走ろうぜ、落ち着いて走って、はい、綺麗に綺麗に、はい。みんなね、壁にぶつかるんですよ、みんな壁にぶつかるんで、この壁にさえぶつからなかったら結構いい感じでね、いけるんですよ。ほれ、ここでホップステップジャンピング。さあ現在順位は11番手。あ、いや、よしよし、 OK OK OK、 これで一気にオーバーテイクしたやろ。結構オーバーテイクしたぞみんな。 OK、 左のやつ壁に突っ込んでた、ザーマーミロ。 OK、 よし、ははは、クリスマスにあまりザーマーミロとか言わん方がいいぞ。よし、ここで綺麗に OK。 なんか今1台体当たりしてこようとしてたな。7番手になっとる。 OK OK、 いいぞいいぞ。7番手とかすごいやないか。角田裕毅選手の F1 アブダビグランプリ最終戦の最終順位やな。まあそんなことどうでもいい。とりあえず一気に落ち着いていくぐらい。まだ 14%、 まだ 14% とかやばくね。これちょっと勝てるのか、これ。ただもしかするとみんなミスする可能性っていうのはあるからね。 OK、 あ、今びっくりした今道間違えたかと思った。一人高速道路乗っかった。はい、 OKOK、 いいよ、追いついてきたぞ。これほら完璧。あとで必ず追いつくのがサクシューマッハですよ。サクシューマッハじゃないわ、ごめん、サクレオナルドジュニアだわ。そう、サクアレックスっていうね、ザ・クルー1の時に私の YouTuber デビューを飾ったサクアレックスというおじさんがいたんだけど、いや、ついにね、来年3月31日をもってもう本当に見れなくなるんでね、また引退式は動画で公開したいと思います。作家の生みの親ですからね、ご先祖様でございます。さあなんやかんやで私トップ10になってしまいましたけど、大丈夫でしょうか。でも必ず大丈夫。もう私はね、もうモーターフェスのね、皆さんがついてるから、もうモーターフェスの運営の皆さんも、そして今ご視聴の皆さんも、みんながついてるから、はいはい、みんなクラッシュしてたね。だから私は必ず10位以内に入って、まあ10位なのか9位なのか8位なのか分からんけど、
とりあえず私は引退することはないと思われる。はい、オーケー、危ない。今のも危ないですね。ザ・クルー2でよく見た、まあ、コースですけども。まあ、何を言ってるのか分かりませんけども、これ走行中に喋ってるとね、何言ってるか分からなくなるんで、後で編集の時に聞いたらね、意外と何言ってんねん俺っていう風に自分で突っ込むことあるからね。はい、もう本当にね、あー危ない危ない危ない、本当にこれ走行中何言ってるのか本当分からんのんですよ。いろいろ的確なこと言ってるつもりなんですけどね、後で本当編集の時に聞いたら意味分からんわ、カットしたくなるわって思うんですけど、カットしたら前後のつながりが分からなくなるんでね、もう仕方なく公開してるんですよね。まだ 30%、 まだ 30%、 これ集中力持たん、ほんとマジで、これ集中力これ結構厳しいよな、みんなすごいよな。 OK、 ここで車が変わって何になるんだっけ、ちょっとどういうとこ行ってるの、どういうとこ行ってる、あ、ここで来ました、ブガッティシロンスーパースポーツ300プラスということで、これ結構早いですよね。結構ね、私 PVP 練習してるんですけど、多分オンラインで出会った方何人かいるかもしれませんけども、今もっぱらもう PVP で練習しまくってるんですよ。でここで思ったんだけどさ、このブガッティシロンスーパースポーツ300ボスプラペーパー、何言ってるかわからん、一言で申し上げると、マシンスペックって結構感じませんか。なんかほら、マシンパーツとかは全部平均化というか、みんな同一になるじゃないですか。あれは全て、均等に統一されるんですけども、スタートダッシュってさ、ブガッティシロンとかブガッティボリードなんか超絶速いでしょ。他のマシンとかあっという間にオーバーテイクするんで、これマシンの速さってあるんじゃねと思って。でもそれを考えるとさ、絶対このブガッティとかで走った方が強いんですよ。スリップに入るともう500キロ近く出るんで、それを考えるとすごいですよね。はい、なんやかんやでこれ峠道結構厳しいんですけど、現在7番手まで順位を上げましたよ。はい、ここで綺麗に回っていって、このザ・クルーモーターフェスからか知りませんけども、2の時から感じたかな、オフロードに出るともう本当に凄まじく速度落ちますよね。本当これ厳しいレースになるんですよ。ブガッティシロンスーパースポーツ300プラスはすごい速いんですけども、でもそれが逆にあざとなって命取りとなることもあるんです。それはなぜかというと、早すぎて制御不能になるんですよね。お、来たぞ、おい、タイヤキラー、おい、タイヤキラー、おる、タイヤキラー、タイヤキラー、おるぞ、おー、もうチカチカ、チカチカうるさいな、それ、おい、チカチカうるさい、ちょっと、チカチカうるさい、おい、タイヤキラー、チカチカうるせえ、チカチカうるせえ、ちょっと目障りやって、目障り、ライン取りがちょっと混乱する、ちょっと、おい、おい、それもうマジでやめてくれ、これ、おい、ちょ、チカチカ、チカチカするから、タイヤキラー、ほんとマジで。そういう意味のタイヤキラーなの、それ。もうめっちゃ目障りやぞ、そのタイヤキラー。もうほんとマジで。もうほんともう勘弁してくれ。現在7番手。よし、でも落ち着いていこうぜ。次のヘアピン抜けたら、これオーバーテイクのチャンス。ここでミスしなければって結局ミスするんだ。危ない。今、この前のタイヤキラーはミスせずに綺麗に走ったよな。はい、いいよいいよ。大丈夫。落ち着いていこうぜ。この前やったらトップ10は入れるわ。モーターフェスのね、運営さんも多分、カタツを飲んで見守ってくれてると思うわ。もうサク引退するマジでみたいな感じで見てくれてると、あまり一体はもう、今ので板金1億円コースいったな。いや、もう、これ、大丈夫か。まだ 63%。ちょっと大丈夫か。後ろでも差は、マップを見るとそんなに接戦ではないから、もしかするとこれ、そのまま7番手で終われる可能性あるけど、まあ、やばいんですよ。おっと、ここで、うわー、痛い。どこで、このさ、切り替わるタイミング結構やばくね？ねえ、切り替わるタイミングなかなか難しい。さあ、ラリーレイドの日産スカイライン GTR R34 やっていこうじゃないか。ああ、やばい、もうこんなところで同じ色した、もうラリーレイド。ざまあ見ろ。よし、今のでアンコントローラブルになったやろ。ああ、でも、私が海辺に入ってしまったビーチパラソル飛ばされて、はい、これでちょっと待って、やばい、8番手に落ちた。これであと2台、後ろにも1台いる。これであと1台に抜かれると、私はモーターフェス、これがファイナルになると思います。これがファイナルになってしまうと思います。モーターフェスの PVP の動画に関してはね。やばいですよ。引退をかけた1大レースになってます。現在 77%、バルデリ・ボッタス・イエイの番号であります。78%。よし。ああ、おー、危ない。おー、気をつけて。危ないよ。大丈夫ですか？はいはい。よし。もうここから皆さん、固唾を飲んでね。あ、いい感じで前2台迫ってきた。後ろも迫ってきてる。やばい。さあ、後ろいい。おーっと、同じ車やないか、同じ車やけど、
やっぱり私このラリーは苦手やな。ザ・クルーではラリー結構難しいんですよね。フォルツァだったらラリー超得意なんだけど、危ない、あやー、これはきつい。コース復帰を使ってしまった。私初めてコース復帰を使ってしまったかもしれない。レースは青、やばいやばいやばい。あと1台抜かれたら私モーターフェース引退でございます皆さん。あ、1台どっか飛んでった、1台どっか飛んでった、やばいやばい。まだ奇跡は起きる、奇跡は起きるぞ。奇跡は1度ではない、2度でもない、3度でもない、奇跡は起きる、何度でも起きる。やばい、後ろから来てるわ。うわ、ちょっとこれかなり接戦や。これで、もし10位だったらもうミラクルですよね。10位だったらもう引退はギリギリセーフですからね。これはもう F1 アブダビグランプリ最終戦思い出すわ。おっしゃ、後ろ、前のやつ突っ込んでた、岩に突っ込んでた、はい、ざーま、いえ、後ろから来てたやつも壁突っ込んでた。おいおい、いいよ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 、オッケー、9番手に順位上がったぞ。おい、図体重そうやなそれ、後ろ、お、俺の図体は軽いわ、オッケー。いや、96、終了まで30秒、はい、この30秒も達成しなかったら引退です。はい、今決めました。やばいやばい、ちょっと待って、君ケイ君、いやよっしゃ、今いいのいいの、オッケーオッケーオッケー、よし、こら、始まった、おい、安全策が、策だけに安全策が絡まってる。オッケー、来た、よっしゃ、8番手。これ引退阻止や。やっぱり私はまだザクルモーターフェスの PVP を続けるべき男や。オッケー、ありがとうございます。いいレースやって、これ最高にいいレースやって、ありがとう。頑張って、8分46秒205、素晴らしいですね。よし、グランドレース終了。さあ、トップ3。お、タイヤキラー、あのチカチカ野郎がまさかの3番手。いや、いいレースやったけどな。いいレースやった。ありがとう、ありがとう。最高のレースやった。この PVP は1位取るまでやめれまってんでいこう。これずっとやり続けます。いや、もういいレースやったな。楽しかった。うん。悔いなし。皆さん、お疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで、今日はクリスマスイブの日にオンライン世界大会やってみたということで、まあ、まずまずの結果だったんじゃないかと思います。まだまだ満足いくほどではないですけども、まあ、これからもっともっと練習してトップ3取れるようになりたいですよね。まあ、やっぱりね、レース自体が長いので、少しでも集中力かけるともう負けてしまうんでね、この、7分か8分ぐらいのレース、かなり集中してできる、なんかうまい方法ないかなと思って、まあこれからも試行錯誤して、まあ頑張っていこうと。そしていつの日かこのオンライン PVP 対戦で1位の常連になれるように頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。素敵なクリスマスイブをお過ごしください。本日もありがとうございました。新作の部屋の作でした。